やっぽにぽにしです。ピッピ樋口です。はい、いよいよ許可学食パックジンライスパークの発売日、というわけで今回ですね、もう開けちゃおうかなと思いまして、各食パック。もう開けていいんですか？そうですよ。やったー。で、ただ開けるだけじゃなくて今回15パックずつ開けまして、それを使ってシールド戦にも挑戦したいと思います。ゼクロム GX 争奪戦おもうあるので、今日はその練習も兼ねてですね、このシールド戦やっていきたいと思います。やっていたいね、うん、というわけで今日は開封、明日はデッキ作り、明後日が対戦っていう感じにしたいんですが、ここで1個残念なお知らせがあります。え、いきなりですか？なんですか？本当はね、はい、拡張パックをね、1ボックス出してそれを開封したかったんですけれど、トラブルが発生し、1ボックスではなくバラバラな30パックに。なんだって。かつ、はい、ちょっとすでにこう開けられてる。誰が開けたのは。僕の楽しみを奪ったのは誰だ。でも中身そのままですよね。中身はそのままなんですね、はい、はい。なんでね、今回は1ボックスじゃないんでね、もしかしたらスーパーレアが入っていないかもしれない。いいのそれ。はい、というわけでじゃあ早速、ね、言い訳はこの辺にして始めますか。そうですね。じゃあとりあえず1パックずつ開けていきます。はい、とりあえずポケモン GX をね、当てたらねシールド戦できるかなと思うんでね、当てたい。ほい、シシコカスタムキャッチャー。おお、これ最初にこの前ポニータがやってたやつですね。そう、はい、2枚使ったらサポートのフラダリと同じ効果があるっていう強力なグッズですね。このシシコね、結構可愛くて、これね、ワイルドダッシュって特性があるんですけど、この絵がどうやら何かから逃げていることを表現してるらしいってクリーチャーズの人が言ってた。パチリス、かわいい。マッキョ、このマッキョさ、よくないこのマッキョ、この集中線ね、うん、ね、なんかその業界用語、この集中線がすごい、よく知らないその言葉。マッキョとりあえずね、ジタバタという技がね、はい、結構シールド戦に向いてると思うんで、ね、うんうん、1枚欲しい僕も。じゃあどんどん行こう。ででお、ビクティニ。このビクティニかなり強いんですよ。これ VB と自分のバーガーポケモンの数かける20ダメージ、いいですね。僕ハイパーボール当たりました。あ、いいね、ハイパーボールとかもね、お結構ダブルの紹介にできる、ね、あ、強い。この辺は結構シード戦でもね、うん、使いやすいですね、うん、はい、一匹足まりシママ、シママ、お、これポニータに似てる体型のポケモンですね。体型シママ、はい、おい、ジュン、ケウソ、お、カイロスだ。カイロスいいね。おお、すごい、なんかちょっと寂しそうな表情してる。ういういハギギシリ、お、エレブ、さっきエレキブル当たったからこれで使えちゃいます。いいな、ハギギシリ、この口の開け方すごいね。やってやって。はい、はい、以上。おお、サンダーマウンテンプリズムスター、やったやった、うわ、マジで。でもこれめっちゃ強いんですよね。そう、サンダーマウンテンプリズムスターはかっこいいですね。こんな感じに光る、うん、いいね。これで雷エネルギー1個少なく技が使えると。樋口、これ使ってくる気がするね。俺も雷ポケモンやっとこう。僕のアシレーヌとかもね、結構強いですよね。そうですよね。あ、僕これ最後の1枚ゼブライカでした。あ、これさ、あれじゃない、ハエガキって特性がマジで強いんだよね。そう、毎回自分の場に1回使えて自分の手札トラッシュしたら4枚引けるっていう、結構手札安定してそう。普通にデッキに入れたいよね、うん、いや、いいなそれ。はい、行きましょう。マギアナ、アローラダグドリオー、エネルギーなしだから、ね、そうっすよね。この小さなお使いもさ、結構さエネルギー持ってこれるから、うん、強いよね。確かに初心者におすすめ、うん、はい、おお、イエーイ、強いよ。GX、 これは特製クラッシュチャージでエネルギーつけられるから、うんうん、炎デッキじゃなくても入れられるし、俺これ炎か雷で組んじゃおうかな。あ、リアルが入ってる。そう、リアルがですよ、リアルが。そう、時を削るで、これ相手の進化カード剥がせるのでね、結構あれですよね、不思議な飴使った後とかやられるときついっすよ、ね、強そう、強そう、 それ強そう。これ使おう、相手の見ながら。強そう、せーの、ほい、おっ、かくれよ、カヒリ、カヒリかわいい、はい、はい、ほい、お、カイロス3枚目、これカイロスデッキ組みよっかな。お、カヒリ、僕も来ました。マユルドからの、リアルが2枚目。このビリジオン GX とカヒリのコンボがすごいいいんですよ。これカヒリでサポートがずっと使えるからさ、うんうんうん、運がければ
で、ビリージョンはサポート使ったらダメージがでかくなるんで、カヒリとビリージョンを今回一緒に使ってあげるといい。しかもカウンターゲイン、これ無色エネルギー1個少なく技が打てる可能性があるので条件付きだけど、これもかなり強力ですわ。はい、なんかめっちゃいいカード与えすぎて何デッキかなんか悩みそう、これお、ビリジオン、え、スーパーレア、お、ビリジオンスーパーレア来ました。え、これめっちゃ、ちょっと見せてあげて皆さんに。え、はいはいはい、うん、え、光り方とか光り方とか光り方、うん、はい、あ、そうそうそう、あ、そう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 、あ、いいね、あ、いいね、あ、いいね、もうめっちゃかっこいい、これ、うわ、え、僕これめっちゃ好きなんだけど、俺のビリジオン GX 交換しようぜ。ダメでーすGX 超で出ましたね、うん、一気にね。ヒードラン、スンベア、大砲の炎タイプ、ヒードラン、いいね。炎タイプは150ダメージ出るんですよ、強い、ポケモンキャッチャーの今回の確かにね、強い、強い、あ、出た観光キャッチャー、それ欲しかったんだよ。これ効果もめちゃくちゃ強いし、イラストもめちゃくちゃ、うん、かわいい欲しい、今回カヒリといい観光客といいね、かわいいサポート多いですね、はい、お、あ、僕も観光客だ、やった、いいな、イエイ、あ、カップブルール、カップブルールいいな、あ、草デッキ組めそうじゃん、そうですね、これ、120ダメージになるのがいいっすね、いや、いいね、こっちはジャッジマン来ました、あ、強いね、ジャッジマンもね、相手を手札減らせるからね。続いてはこちら、はい、ドドン、お、ギュルが3枚目、え、もうもう剥がれデッキかな、これギュルがめっちゃおるやん、うん、めっちゃおる、お、ホワイトキルム、あ、ユニットエネルギー、あ、いいな、隠れ音あるから欲しかったよ。あ、ミックスハーブ来たよ、回復できちゃう、特殊調で隠れした、あ、スイ君、行き着く水流便利です、特性で相手のね、バトルポケモン入れ替えられちゃうんでね、これね、そう、僕もまた鼻ね、コバルを持ってきました、鼻にできたそれ決まりだね、スーパーポケモン回収、ポケモンキャッチャー、いいね、毒ケイル、ハザード進化で相手を毒麻痺にできる、進化したら、しかも毒のダメ感は3個でめっちゃ強いな、いや結構いいよね、決まれば強いよ、普通に強いよ、お、ツボツボだ、あ、いいな、このツボツボ生絞りが強くてさ、はいはいはい、ベンチに出すじゃない、うん、特性が働いて基本エネルギー3枚もトラッシュすると、うんうん、でそれをわざわざエナジードリンクを使うとエネルギー尽きられるからめちゃくちゃ序盤引けるとめっちゃ強い、そう、しかも草エネルギーで動くからめちゃくちゃビリジオン GX と相性いいね、でこれ樋口草と鋼両方あるんじゃない、ありますね、いい、うわっ、ケゴセクト、いやー鋼だから欲しかったよゲノセクトの効果見せてくださいよ、はい、特製ダブルカセットでね、なんとポケモンの道具を2枚までこのポケモンにつけられちゃうと、あら、樋口のビリジョン GX スーパーレア交換してちょっと考えてみてくださいあ、ディフェンディフェンと、はい、ダブル食エネルギー、はい、お、カプコケ、お、いいな、お、やった今回ゼラオラがまだ当たってないね、うん、ゼラオラ GX が、うんうん、来てほしい、ほい、さあさあさあ、そう、なんか入ってるかな、ほい、はい、じゃあラスト1パックいきましょう、じゃあゼラオラ来てほしいですね、僕サンダーマウンテンもあるから、確かにね、結構強いですね、来たら、うん、最後、はい、はい、マグトリオ、マギアナ、エイブ、アシマリ、あー、ファイヤー、あ、でも炎じゃん、炎もいいじゃん、結構ね、ホワイトキレム、ユニットエネルギー、あ、いいな、あ、最後ジャッジも当たってよかった、うん、というわけで次回このデッキを実際にね、基本エネルギーと一緒に合わせてで40枚デッキを作ってみたいと思います、はい、うんうん、果たしてどんなデッキができるのか、7月6日発売の、許可箇所バッグ、ジンライスパーク、ぜひ皆さん買ってください、買ってねー。